産業能率大学の通信教育。高校卒業後にですね、住宅設備メーカーに入りまして27年ほど勤めてきたんですけども、長く勤めていく中で会計だったりとかですね、コミュニケーション能力とかスキルを身につけていくというところが重要性が高まってきたというところがありまして、大学を選んでいく中で産農に出会ったというところになっております。合同説明会に参加した中でですね、いろいろな大学を聞く中で卒業率がですね、どうしても他の大学は低かったりとかする中で、産農については卒業率の高さ、あとは保有している資格を単位として認めていただけるっていうところも非常に大きくてですね、達成したい目標の実現には一番近道かなというふうに思いましたので、産農を選んだというところにはなります。産農は通信制トップクラスの大学短大卒業率。やはり大学って2年とか4年とか長い期間で通いますので、やはり2年後4年後の自分の環境がどうなってるかっていうのはなかなか読めないところがありましたので、その環境の変化が起きてもですね、通いやすいといいますか、いろいろな大学を検討する中で産農のこの全て通学なくとも卒業できるっていうのは、先々自分の環境の変化があっても非常にこう通いやすい学校かなというふうに感じています。産農は通学なしで卒業可能です。年間300を超えるスクーリングや試験もすべてオンラインで実施しています。先生がコンサル会社の出身とか、実際コンサル会社をやりながら授業もやってるという方もおりますので、よりそのビジネスの実態に伴った内容を追加で教えていただいたりとかですね、課題を解決するための、フレームワークというところの中でこういうものに当てはめていくと非常に解決ができるというようなツールがあるんですけども、それを使うことによって課題が解決できたというところがありますし、ビジネスと直結する学びができているのかなというふうに思ってますし、考える力とかですね、あとはクリティカルシンキングとかいう授業はですね、ある課題を与えていただいた時にもっと深掘りをしながら考えていくと、自分では気づかないまた違う答えが出てくるような授業もありましたので、そこは非常に仕事の中でも活かせるのかなというふうには思っております。卒業生のおよそ7割がキャリアアップを実感しています。知らないことをインプットして、さらにそれを身につけていくということ自体が自身のキャリアアップといいますか、成長につながっていると考えてますし、仕事のキャリアを形成していく上で、その能力というところが非常に重要になると思ってますので、能力を高めた上でさらに今のキャリアをどう生かしていくかというところを今後考えていきたいなというふうに思っております。余裕があればですね、 MBA も産農で取れるというコースもありますので、MBA 取得というところも一つ次のチャレンジとしては考えていきたいかなというふうに思っています。見えない景色というのはどうしても怖くなったりとかですね、経験してないことに対しての気持ちがどうしてもマイナスに動くことっていうのはあるんですけども、経験するとそのマイナスに動く気持ち以上のプラスを得られると思いますので、迷われている方がいましたら一歩出て違う景色を見てみるのは一番いいのかなというふうに思ってます。詳しくはホームページで